まもなく球春到来、阪神タイガース近本浩二選手が登場。はあ、超かっけ近本とはね、かっこいい、かっこいいよ、かっこいいですか。かっこいいですかっこいい、内側がかっこいい、かっこいい。本日は2021年セリーグ最多安打を獲得した近本浩二選手の練習技術に迫る。確かにすごい。あのこっちに行かない。やば。うお。ウレタンボールでフレーム折れそうだもんな。なるほどなるほど。ああって。はあ。左足すごくないですか。すごいですよね、左足のねじれがすごい。最近はいいこれがものすごくて、はい、ちょっと座ってもらっていいですか。なぜここまでねじれるのか、キムさんにプロ野球選手同士のパワーポジションの違いを見せてもらいました。大島選手は、はい、つま先をこう開いた時にこれね、これで力が入ってます。まーすよ、さんあ、踏ん張れる。しかもこれやると、はい、いいですか、はい、いいですか、いいですか。あれ、これを内側にカチンって入れると、はい、これでいくとつながりがカーンと入ってくる感じ。へえ。しかもどこはこっち、堀本選手は外ね。え、キムさんにうまいことやられてるなって違う、本当にそうだったんで。本当に入んないですよね、でもね。本当に入らなかったんで。だから、上の外が、この内側のラインから、爪の外側に入ってくるんで。あ、荻野さんの場合は。打ち終わった後、パーンとこうやって走ってくるっていう感じになってくるんですけど。おー、いったわ。浜風乗ってくやつ。すいません、お願いします。いいっすね。おお、いやいやいや、あ、え、だってこれだって今フルじゃないわけですもんね。こんな音するんだ。すごいね、この音は。こんな音するんだ。え、だって、いや、言ってほしい。なるほどなるほど。こっちのボールは球質によりますね。ああ。で引っ掛けてもらうかな。はい。ミスショットでやっていった時のトップスピンがどういうものか。なるほど。とか見てます。はあ。さあ、ここからは近本選手の打撃コアトーク、最多安打を獲得した理由に迫る。納得はしてないですね。あの200本打ちたいんですよ。あの最多安打とか首位打者っていうよりも、僕はもう何ていうんですかね、タイトルじゃなくて、あの200本を打ちたいんですよ。それまだ6人しかいないんですよ、こんだけ野球してきた中で。確かに凡打の数から見て22本をプラスするっていうのはいけるなっていう感覚はありますか。あります、あります。なんかね、あのね、あ、ここのボールがファールになったのをレフト前に打てるっていう技術を今やってます。あ、え、それってあれ、いきなりちょっと深掘りしていいですか。どうぞ。そう、荻野さん置いてけぼりになっちゃう。置いてけぼり。力感なんですか、それとも打つポイントなんですか。角度ですかね。角度、腕の角度とバットの角度と体重の残し方ですかね。普通に打ってバーンって打ってあっちに飛んでいったっていうのが理想なんですよ。ああ、なるほど。センター前とかちょっと引っ張ろうと思って振ったらあっちに飛んでいったが理想なんで、なんていうんですかね、アウトコースをバーンって打つんじゃなくて、アウトコースだから流すんじゃなくて、アウトコースでもセンターに打ちに行った結果がどこに飛んでいくかですね。なるほど。アウトコースだから流してって言ったらファールになるじゃないですか。あ、
まさに強かったりしたら、おガチーンって言ったらあっちに飛んでいったっていうのが理想なんで、へそれがちょっと感覚的につかめてきてるのがありますね。しかもそのボールのとバットのさっきの角度の話がめちゃくちゃ面白くて、はい、このバットのヘッドをもうどう入れていくんだ議論というか、ほう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 、これもう永遠に僕らの中でもやっぱり続けたいじゃないですか、はい、上から行った方がいいのか、そうですね、そうですね、下からこうやって行った方がいいのかっていう、で、しかも選手は最初のこの1年目とそれから今年のチャレンジっていうのはちょっと違かったんですよ、はい、彼の中で。へ1年目はイメージで言うと金本さん、はいはいはい、ボーンなんですよ、チョップチョップみたいな、僕のパワーポジション的なのがボーンなんですよ。だからボールに対してこうやって打ってたんですよ、1年目は、はい、これの良さもあるんですけど、はい、悪さもあるんでフォークが打てなかったんですよ、1年目は。そこが悪さ、そこが悪さ、落ちる系とかに頼りない、落ちる系に弱い、詰まったらセカンドゴロしかならない、どうしたらいいかなと思って、はい、こうやって打ち出したんですよ。はあ、真逆、はい、でこれの良さも悪さもあるんで、ほんで悪さは逆方向にレフトポール際に逆転のスリーランがあるんですよ、あれが、1年目の良さなんです。なるほどなるほど。でもこれの悪さはあれが打てないんですよ、はあ、あれがファールになるんで、まあそこはファールだったらいいかなっていう。でこれやったらセカンドゴロになってたやつが1、2塁間に抜けるんですよね、あトップスピンになって。そっか、だからよくあのセカンドとかファーストがあーって取れないっていうのが結構あったんで、なんかそれはもうこうやってトップスピンをわざとかけて引っ掛けてもこうね抜ける、うん、はあ。それが立っちゃうと、立っちゃうと詰まってボールに回転がかからないから、ボールが打球速度が遅くなってセカンドを取られたりする。バットの角度を変えるだけで打球の質も変わる、当たり前のことですがなかなか変えることはできませんが、すごいチャレンジだと思います。ちなみに状態が落ちてきたとき何をして対処をしているのかを聞いてみました。映像を見ますね。映像は感覚と映像を見て、この時にこの角度、こういう時にこう使ってる、この時のステップの幅が何歩か、何歩かとか横からの映像があるんで、はい、それを項目がこの前数えたら19個ぐらいあったんですよ、それを一つずつ見ていって、あれこれちょっと違うなとかなってきて、感覚を確かめて、あこうかなとかで、キムさんとそれを共有しながら、はい、キムさんからのアプローチがあって、僕からのアプローチで、でこういうふうにすり合わせていってこうかなとか、でも結局は疲れやなとかなります。腰の回転のスピードが遅いとか、はい、なったらステップがちょっと広かったんかなとか、ちょっと狭めようとか、つくときにガーンってついてるから横の間がないから右足のつく時間をちょっと長くしようとか、はい、自分の映像を見る、細かく見るですね。結局分からないときもあるんで。シーズンを通して骨の折れる作業、しかしその積み重ねが最短打につながっているのかもしれませんね。200本も夢ではない。さあ続きまして、超レア企画、近本光司選手のネクストから打席までのルーティンをご紹介。ピッチャーが誰なんですか。ピッチャーはそしたらそうですね、ヤクルト奥川投手。あもうこの感じですか。奥川君かで、あのデータミーティングしてて、はい、ベンチで、はい、トラックマンのデータがあるんですよ、はい、で僕いつも紙でプリントアウトしてて、はい、ベンチに置いてて、うん、ストレートがこの変化量で、うん、変化球がこの変化量で、ズーム見て、うん、はい、もう1個っていうよりもう2個ぐらい待って打たないといけないなとかを考えながらベンチに置いてます。出てネクストで、はい、こう、はい、バットの重みをこの辺を感じてます。ほう、先端ではなく、あそうです。で、ここ多分汚れてるんですけど、汚れてますね。バット握るんで、あ感じて、まあゆっくり、はい、ゆっくり打ちます。へえ、これ結構ゆっくりっていうのはやっぱ意味があるんですか。意味あるんですよ。このまず構えてる時にどこの筋肉使ってどう立ってるのかと、うん、足上げる時は僕はこっちがバーボーションだから、はい、こっちを使って足上げて、はい、この左の内側の股関節と外のくるぶしで立ってるんだっていうのをゆっくり確認して、はい、でついてこっから左の前鋸筋と右手の角度と肘とで、この時に右膝が伸びないように、なるほど、
ていうのをゆっくりしてこれ力がスカーッと抜けてるわけじゃなくて、はい、全部働いてるんですよ。へえ。そういった意味でいくとゆっくりな動きを筋肉にさせるっていうのはむちゃくちゃいいウォーミングアップになるんです。あ、なるほどなるほどなるほど。ゆっくり動いていくと腸力がキューッと働く感じなのを見てみると、もうすげえでしょこの筋肉が。確かにな。これやるんですよ、ゆっくり。へえ。これやっとくとブッて触れるんです。はあ、逆に逆に、あの太極拳とかもゆっくり動いてくるでしょ。確かに。あれは体の内側を動かしていく筋肉にしっかりスイッチを入れるっていう。面白い。これは、ね、少年野球中学生の子たちとかはもう本当おすすめの、はい、ゆっくり動いて筋肉とか使い方が分かったら、はい、バットの感覚で、はい、とにかく短く持ちます。へっ、これぐらい短く持って、ほう、こうバットが短く持ったら離れては触れないんですよ、うん、ああなるほど。この辺を通って振らないといけないっていう、この重心がこの辺にあるから、はい、近くをこう振って、ほー、確認して、でその後長く持って思いっきり振ります。へえ。おー、短く持った時のこの離れない感覚を長く持っても、長く持ったら離れるじゃないですか、はい、を離さないために強く離さないように思いっきり。はあ、さっきの短い持った感覚のまま長く持ってもいい。そうですね。僕はとにかく打席は思いっきり振ることないから、はい、ここの時に思いっきり振っておきたいっていうタイプです。え、打席って思いっきり振らないですか？思いっきり振らないです。これ、思いっきり振ろうとかは思わないですよね。え？思いますか？思わない。え？ただこう、まあ思いっきり普通に振ってる。普通に振ってるだけです。なんすか、なんか何割とかもないわけですね。だから、いや、うん、今リラックスして振ってる。リラックス、リラックスしてない。緊張感も持って。気分ったら多分。なるほどなるほど。そのバランスよく、バランスよく、バランスよく振る。あ、なるほど。これが一番難しいんですけどね。確かに。はい、こうやって肩甲骨2回やって、でここの時も、はい、最初はゆっくり振って、はい、で。この辺はゆっくりですね。はいはいはい。僕はこういう、はい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 、大谷の選手で、うん、逆ですね、全く逆ですね。でしっかり立つ、うん、でこの辺の時に全体を見ます。へえ。でバーって入った時に、あれ、セカンド1、2塁間空いてんなとか、へえ、ショート2塁間閉めてるか、3塁間広いなとか、レフトがどうだなとか、ライトがどうだなっていうのはピッチャー見ながらこう見てるっす。あ、すげえ。でこう入りながらサードの位置をしっかり確認、セカンドの位置、ファーストの位置って見てます、はい、へえ。どうしようかなとかを。あ、なるほど。このまま構えて、まあ、タイミング、もうここ入ったらもうタイミングしかないんで、はい、あのそれまでにはどういうボールを、こういう時はインコースはこういう感じで、アウトコースはこういう感じで、変化球はこういう感じでって全部イメージするじゃないですか、はい、でイメージしてるんですけど、いざ打席入ってピッチャーが動いて、この辺からはもう何も覚えてないです。はあ。で、どこに打とうかなと思ってても、結局ストレート待ってても気づいたら変化球打ってるとか、三遊間狙って三遊間出しに行ったつもりがレフト、あのライトにホームラン打ったのが奥川君の最後ホームラン打った時がそれです。へえ。気づいたらもうここなんですよ。で、まあ、奥川君のボール本人三遊間打ってるんですよ。いやー、もう意味わかんないですよね。打ってるのに気がついたらホームランだったんです。わかんないですよ、なんであっち取るのか。いやもう、三遊間、この時にはもう三遊間、この時には三遊間広いな、一、二塁やったんで、はい、引っ張ってっていうよりも、まあ、外中心になってくるかな、中村さんやったら外やな、はい、外にこういう感じで行こうと思って、はい、この辺で思ってるんですよ、はい、で多分実際はこうやってこっちに行ってると思うんですけど、はい、インコース高めやったんで、多分こう打ったら多分あっち飛んでいったんですよ。なんであっち飛んだみたいな感じであれ始めた。僕あんまこの辺とかあんま記憶ないんで、はあ、ピッチャーのこの辺からタイミングしかないから、あれってもうこの、あ、そうか、だから結局手前の準備段階でもう全部完了させてるから、はあ、ここあとはタイミングと、タイミングだけしか考えてないです。まあ、感覚というか反応で、膨大な細かい準備力と無の境地、近本選手のプロとしての仕事力を肌で感じることができました。
久しく出ていない200本安打の選手、今年誕生する可能性を感じます。近本選手、貴重なお話本当にありがとうございました。